ジョン・マクダウェルは、南アフリカ出身の哲学者。オックスフォード大学ユニバーシティカレッジのフェローを経て、現在ピッツバーグ大学教授。著作の主題は、刑事上学、認識論、古代哲学、メタリン理学など多岐にわたるが、心の哲学と言語哲学の領域における功績で、最もよく知られている。2010年のアンドリュー・メロン財団功労賞、受賞者に選ばれた。 マクダウェルは一貫して哲学を治療的なものとして捉えており、あらゆる物事をあるがままにしておくという、ある種の静寂主義をとっている。静寂主義者にとって哲学は問題に対して説明を与えることはできないとされる。その代わりに哲学的な問題を引き起こす事柄を再記述することで混乱した哲学者を知的に静寂な状態へと連れ戻すのである。 このように静寂主義的な態度を取るマクダウェルは、現代の哲学者たちの議論における誤りを、治療的に解きほぐすとともに、各種の主題に関して独創的で、際立った見解を練り上げている。マクダウェルは、北米の哲学業界を支配している、還元的な自然主義に対抗する見解を打ち出そうと、しているのである。マクダウェルは、ユニバーシティカレッジオブ、ローデシアンドニアサランドで、 学士号を得た後、1963年にローズ奨学金を得て、オックスフォード大学のニューカレッジに入学した。マクドウェルの論文で、初めて活字となったものは、古代哲学に関するものだ。初期の仕事として、最も注目に値するものは、プラトンの手相手とスの翻訳、注釈である。1970年代には、自然言語に意味理論を与えるという、 ドナルド・デイビドソンのプロジェクトに精力的に携わり、ガレス・エヴァンズと共に真理と意味という論文集を編んだ。また、死後出版となったエヴァンズの指示の書層の編集を行った。マクダ・オエルは初期の著作においてデイビドソンの意味論的プログラムに携わると同時に、ある激しい論争にも参戦した。それは意味の理論となるものの中核には、 心理条件の把握があるとする論者と、そうではなく、主張可能性条件の把握こそが、言語による理解に伴わねばならないものだという、マイケル・ダメットに代表される論者の間で起きた、対立である。ダメットによれば、もし意味の理論たるものがその中心において、和者の理解を表現すべきものであるならば、その理解とは、それを和者が把握していることを示し得ねばならないような、ものである。 マクダウェルは、このダメットの見解、並びに、それを発展させた、クリスピンライトらに意義を唱える。マクダウェルによれば、彼らの主張は、ダメット自身も認めるように、意味の理論に関するウィトゲンシュタイン的な基準を満たさない。つまり、この主張は、他者の発話における心的表現の根拠となるものと、他者の発話にて、表現された思考の間には、非対称性があるという、 疑わしい議論に基づいているということだ。このマクダウェルの反論はまさに彼が意挙している基本的な洞察を反映したものである。それは我々の他者理解は自らの実践の内側からなされるという考えである。ライトとダメットは行き過ぎた説明をしようとしており、言語活動を外的観点から理解しようとするクワインと同じ鉄を踏んでしまっているとされる。 上記の論争と、それに並行して行われた、ウィトゲンシュタインによる、規則遵守にまつわる、記述の解釈をめぐる議論を通じて、マクダウェルの独特な思想は形成されていった。ウィトゲンシュタイン的な表現でその特徴を並べるならば、こうだ。経験論抜きでの実在論の用語、客観性を求めることに対する限界の強調、意味と心は、行為において直接示されうるという、 考え、そして知覚経験の宣言主義、これらである。宣言主義とは、マクダウェル流の実在論をもとにして展開された、知覚経験に関する立場である。宣言主義の立場からすると、錯覚論法は、間接的、表彰主義的な知覚の理論を支持するとは言えない。なぜなら、錯覚論法は、神聖な知覚と錯覚の二つが、最大公約数を共有しているという。 誤っった前提を取っているるからである古典的な錯覚論法は、例えば、マットの上にいる猫を知覚することに成功するケースと、光の加減によって、マットの上に猫などいないのにそう見えてしまい、そう信じてしまうようなケースを比較せよ、などと要求する。錯覚論法の支持者は、これら二つのケースにおいて、心的状態に関する重要な共通点があるといい、それをなざすために、 センスデータのような概念を持ち出そうとする。こうしたデータを見知ることこそが二つの事例の最大公約数だというわけだ。この議論に従えば人が持つ外的世界に関する知識はセンスデータという媒介物を通した間接的なものであると認めなければならなくなりそうだ。マクダウェルはこのような議論に強く反対する。マクダウェルは本物の猫を見た人と 猫を見ているようで実は見ていない人の間に何かしらの心理的共通点があることを否定するわけではない。だが、見ている対象に関する知識を得ているかどうか判定する際にそのような心理的共通点は判断を下す者の心的状態の位置づけに関して何の意味も持たないとされる。条件が整ってさえいれば経験は対象の厳然を観察者にはっきりと示すような 形で得られるであろう。それこそが、知覚的知識なのだ。我々が何かを知覚して、対象の知識を得るときには、経験は、知られる対象である事実を把握し損ねることはない。だが、このことが示すことは、成功した知覚的思考と失敗したもの、イコール知覚的思考の間には、それが知識であるかどうか判定するという観点から、すると、 特に何の目立った共通点もないということである。神聖な知覚と神聖でない知覚の間には最大公約数などないという議論にはマクダウェルの仕事全体に通ずるある主題が浮き彫りになっている。すなわち思考は社会的文化的環境においてのみ個別化できるものだという神的なものに関する外在主義へのコミットメントである。マクダウェルは 心的なものに関する外在主義一般に加え、指示表現をどう理解するかに関するある主張も擁護している。それは固有名詞についてのいわゆる単称的ないし、ラッセル的な思考にまつわるものだ。この主張によれば、もしある指示表現によってなざされる対象が存在しなかった場合、そのような対象に依存した思考はあり得ないとされる。つまり、文字通りの意味で、 そのような対象は思考することなどできないというわけだ。心と言語に関する議論と並んで、マクダウェルは道徳哲学にも重要な貢献を行った。とりわけ、道徳的理由と道徳的客観性の本性をめぐるメタ倫理学上の議論を彼は推し進めた。すなわち、マクダウェルは第二次性質実在論、感受性理論ないし道徳感覚理論と呼ばれる。 立場を展開したのだ。仮に理想的人物として徳のある行為主体がいたとする。そのような人物は二つの連結した能力を有しているだろう。一つは正しい概念並びに概念の正しい把握能力であり、それらによって道徳的信念を得て自らがいかなる状況のもとにいるか考えることができる。第二に。 理想的な嘘徳者にとっての道徳的信念は他のもろもろの理由に対して独特な仕方でしかも自動的に優越するという特徴がある。マクドウェルに言わせれば道徳的信念は他の理由たちを黙らせる。彼によれば道徳的理由は他の理由に比べて特別な権威を持っているという伝統的によく知られてきた特徴は上記のように考えることで 最もよく捉えられるという。マクダウェルはこう考えることで、行為がいかにして動機づけられるかに関する標準的見解である、ヒューム主義的説明からもたもとを分かつ。ヒューム主義者によれば、あらゆる意図的行為は、二つの心的状態によって動機づけられると考える。信念は、受動的表彰として機能し、 欲求は信念と結びつくことで動機づけとして機能するという。マクダウェルはトマス・ネーゲルに習い、嘘くな人物に関する説明として、このヒューム主義的説明は不適当であると考える。道徳的行為に関して、より実情に近い説明として彼が提示するのは、嘘くな行為者による状況の認知それ自体が、行為と欲求の両方を正当化するというものだ。 例えば、人の欲求についてだが、その欲求の持ち主に影響を与え、実際に行為するよう促した状況との関わりを無視、しては、そもそも当該の欲求を理解することはできない。なので、ヒューム主義は、行為の説明に関しては一面の真理をついているに、しても、行為の正当化の構造についてはポイントを外しており、故に、ネーゲル流の動機づけられた、 欲求理論の方が優れているとされるにて展開されたものである。上記の説明から価値の形上学的な位置づけに関する理論が導かれる。道徳的主体は道徳的事実についての信念を形成し、その信念はまであるかにせであり得るものだ。だが道徳的事実は色の経験に関する事実と同様に人間、主体中心性と実在性両方を合わせ持ったもので、 ある。我々が持つ道徳についての関心を抜きにして、価値は世界に存在するわけではない。だが、その意味では、色も、また世界には存在していないということになる。しかし、色が我々の経験において厳然していること、また常識的な理解のもとでの世界を記述するのに、色が必要であることは、疑わざることであろう。ある性質に、 現実性がどれだけあるかの基準とは次のようなものだ。一つは、ある一定の水準に達している合理的議論の中で、その性質を用いた判断を下すことができるか。二つ目は、その性質が我々の経験を記述するのに欠かすことができず、それ抜きには説明できないものかどうか、これらである。マクダウェルによれば、道徳的性質はこの二つの基準をクリアしている。 合理的議論には確立された基準があり、道徳的性質は人間、主体中心的であるが、実在的でもあるような性質の一種なのだ。マクダウェルにおいて、刑事条学と道徳的性質についての理論は一貫したものだ。つまり、客観性をめぐるあらゆる主張は、具体的な諸持線の内部にそのふるさとを持つのであるという。この論点は、 同期ウィトゲンシュタインから受け継がれたものだ。思考や言語について我々が有している用法の範囲を超え出たところに位置し、そこから見ると、第二次性質は二流でリアリティにかけると切り捨てうる視点。物理学をはじめとする成熟した科学による記述こそが正確なものだと言いうるような立場。そんなものはあり得ないのである。マクダウェルによれば、 価値の量や我々の世界観に位置づけるということは価値が量子やヒックス粒子よりもリアリティがないと貶めてしまうことではない。マクダウェルの後期著作ではより濃厚にローティとセラーズの影響が見られるようになる。特に心と世界内視光年のウッドブリッジ工芸では思考性並びに心の表彰能力についてカント的に理解しようとしている。 心と世界での目的は人の受動的経験においても能動的に働く感性とはいかなるものなのか明らかにすることだ。セラーズは伝統的経験論が諸世の神話に陥っており外的な世界からの因果的作用は判断を正当化できず合理的な正当化には信念のように概念的な構造が必要であると指摘した。マクダウェルはこれを受け 知覚経験において人は受動的であると同時にそれを概念化する際には能動的であるという事態を説明しようとした。マクダウェルはカントが知覚経験における判断の自発性と呼んだものに関する理論を展開しつつそれが観念論を帰結するという見解を知り添けている。心と世界は現代の哲学業界の支配的イデオロギーとなっている。 還元的自然主義を退りけている。マクダウェルはそのような立場を露骨な自然主義と呼ぶ。マクダウェルは露骨な自然主義と自らが提唱する自然主義的アプローチを対比させる。マクダウェル流の自然主義では心に特有の能力は人に備わる第二の自然による文化的蓄積によって得られたものだとされる。同書の結論部では クワインによる経験の理解が強烈だとされ、信念は内在的に神聖なものだというドナルド・デイビドソンの整合主義的立場が批判される。後期作品においてマクダウェルは経験の中には概念的構造を有さない表象があり得るという考えには哲学的に望みがないと強く主張する。哲学者の多くは心に対する科学的アプローチにおいて 被害念的内容という考えが必要だと思っているため、マクダウェルのこのような見解は議論の的となった。セラーズによる知覚経験における諸世の神話批判を丹念に読み込みながら、マクダウェルは経験における概念能力の行使と経験の前提条件としての因果的説明を分けて考える必要があるとした。被害念的内容という考えは、 別物であるこれら二つを混同するものであり、哲学的に受け入れることができないものなのである。心と世界は、心の哲学と刑事上学について、現代版のカント的アプローチで迫った重要な作品である。だが、そこでのカント解釈の一部は、マクダウェルが後に行った、ウッドブリッジ講義において、重大な変更を受けることになる。その講義では主に、ウィルリット・セラーズが扱われ、 セラーズが果たして従前なカント解釈を行っていたかが吟味された。マクダウェルは心と世界の観光以降ずっと現代の北米で主流となっている言語、心、価値などに関する哲学的見解の多くに真っ向から対立する立場を取り続けてきた。ウィトゲンシュタインの影響力がかなり弱まった今のアメリカにおいてマクダウェルのような人物がいるということは貴重である。 マクダウェルの論文の多くは次の4冊の論文集にまとめられている。1991年、マクダウェルはオックスフォード大学でジョンロック講義を行った。そして講義に手を加えたものが心と世界として出版された。この難解な著作にて展開された新年の経験的正当化に関する議論は大きな論争を生み出した。マクダウェルの主張は ヘーゲルによるカント批判に通ずるものだが、現代版の科学的自然主義に対する深い理解が伴っている点で新しい。マクダウェルの議論は、ウィトゲンシュタイン、ピーター・ストローソン、デイビド・ウィギンス、そしてとりわけウィルフリット・セラーズの強い影響下にある。マクダウェルの著作において、中心的となっているテーマの多くは、ピッツバーグ大学の同僚である、ロバート・ブランダムによっても、 同様のアプローチで研究されている。マクダウェルとブランダムの両者とも、リチャード・ローティの哲学と自然の鏡に強い影響を受けている。心と世界序文にて、マクダウェルはこう述べている。すぐにわかるだろうが、ローティの著作は、私が本作において自分の見解を明らかにする際にとても重要であった。マクダウェルの著作は、 ところどころ、謎めいた文章で書かれていると批判されている。ありがとうございます。